しぶ出てますよね。CG じゃないかと思って。すごいな、すごい迫力でしたね。ギャップがもうすごいですね。可愛らしいんですよ、もうラジオの皆さん、ね、ぜひね、どっかで検索していただきたいと思います。とても赤くて可愛らしいんですけれども、力強いドラムを叩いてる時のこの目が丸いのがずっとシュールな感じでね。なんか多分、可愛い、大丈夫ですか。本来はね、丸い、あー、かわいそうに猫ちゃん、そうよね、はい、丸いシルエットのはずなんですけど、うん、一生懸命叩きすぎてどんどんなんか顔がへこんできて、はい、お腹こんなにへこんでしまって、あっちゃんちょっと待って、顔がへこんできてはないか、ちょっとちょっと水分がね、水分がちょっと出て、そうそう、ね、実はヤンコスターちゃんはおしゃべり私としかできないので、はい、そうですか、じゃあお任せします。はい、何かじゃあ聞いてみようかな。はい、ヤンコスターちゃんはちゃんなの、くんなの。あは、なるほど、なるほどね、それは聞いておきたいところかな。どうぞどうぞ。はい、ニャンゴスターちゃんはだいたい、だいたいニャンゴさん、あ、ニャンゴさんがいいわけですね、わかりました。ニャンゴさん、ニャンゴスター、ニャンゴさん、ニャンゴさんに質問したいんですけど、はい、沖縄に来るのは初めてですか。ニャンゴさん一生懸命今ペンで書いております。あれだけの演奏の後に初で、初、はい、初めて沖縄に来て、初めて来たと、うん、お、ハンバーガー、うん、沖縄でしかない、うん、ハンバーガー屋さんのドライブスルー行ったっていうことでね。それを食べて美味しかったですね。これ、はい、来てる人だけが面白いですけど、はい、そうです。なんであっち楽しかったら、あの車で通ったら一回ポッコンって上がるからだよね。ニャンゴさんはね、リンゴと猫のハーフなんですよね。ドラムはずっと前からやってるの、うん、いつからやってるの。そうそうそう、ドラムはあんだけの超絶な、ね、技術がありますから相当なね、もう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 4年になるかも。4年、嘘や、本当ですか。4年って、あれであんなに4年、すごいですね。なんかね、もっとやってるのかなと思って、何十年も、4年、すごい、すごい。だって生まれてから4年ぐらいだったからね。生まれたらそっからもうドラムできてるもん。そうそうそう、素晴らしいです、はい、え、今日 の、 あの披露してくれた曲は暁という曲でしたけど、うん、何曲ぐらいレパートリーがあるんですか。そう、これも気になると思う、ね、いっぱい動画サイトとかにはね載ってますけど、はい、数えきれないほど、まあね、あると思いますけども、にゃ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 、そんなににゃ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 、そんなににゃにゃなのね。そんなにまで、ね、出ました。すごい、これなんて読むんでしたっけ。無限大、8曲じゃないですよ、無限大ということでね。無限大にあるんですね、はい、すごいねえ、素晴らしい。そう、この後実はアフターライブもあるので、たっぷりにゃんごさんのね歌は披露していただけるということなんですけれども、はい、にゃんごさんは黒石市出身ということで、今回はね青森県フェアで合わせて来てくださいましたが、初めて来た沖縄の皆さんに何かメッセージがあればお願いします。お願いします。もうね、ファンの方はもうね、グッズを持って座ってらっしゃってね、すごい考えてますね。はい、ありがとうございます。ごめんね、急に降ってしまってね。ね、ごめんなさいね。はい、ありがとうございます。メンソーレ、黒石にメンソーレ、そういうことですね、はい、ありがとうございます。そう、ちゃんとね、手は肉球がついてるんですよ、ね、かわいいね、肉球でね、マジックを持って、はい、はい、答えてくれました。にゃんごさん、ありがとうございました。はい、皆さん、お気楽にお願いいたします。決まりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今どちらにからも、どちらでもニャンゴさんの好きなところで、はい、すみません。どっちですかっていうね、今動きが、ありがとうございます。実はこの後、物販もあるようでございますね。そして4時から16時からはアフターライブということで、ニャンゴスターのステージでございます。皆さん、大きな拍手よろしくお願いいたします。はい、この後物販、そして4時からはアフターステージもあります。また後でライブもありますのでね、ぜひまた最後までを楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。